ズンダモンなのだ。飼い主のキリタンです。前回は一通り部屋を荒らしたんだけど、どうも全ての家具や食器を荒らし尽くさないとクリアにならないっぽいと分かったとこで終わったのだ。というわけで破壊の限りを尽くすのだ。にゃっにゃっ。ここは洗い場。シンクを越えて食器を吹っ飛ばすのはなかなか骨が折れそうなのだ。にゃっ。イヤフォークむずいのだ。女の手で持てれば一発なのに。手袋を外せば。これはズンダモンの手なのだ。よし、根気よくやればいけそうなのだ。ち、下打ちやめろ。これは最高記録が出たのだ。何のだよ。優しく運べば猫の手でも持てるのだ。皿が割れただけですごいブシューってなったのだ。バラエティの演出みたい。ふん。はっ。もう箸を持つのもお手の物なのだ。いや。さて、キッチンであと残ってるのは高い棚の食器くらい。あそこ入れるのだ。猫ならあれくらいいけるはずなのだ。いや厳しいのだ。ガスコンロの上からでもダメか。棚の上から侵入はダメなのだ。ふむ、とりあえずあそこは後回しにするのだ。もしかしたらあの棚は対象外で落とさなくてもゲージはマックスになるかもしれないのだ。これはズンダモンの猫用食器。カリカリワイランのだ。贅沢言うな。あっちにも高い食器棚が。こっちは入れた。いや入れたっていうかこれは棚から突き抜けてるね。棚の一段一段が低いから立ってると突き抜けちゃうのだ。しゃがみながらの作業きついのだ。やっと猫らしくなった。しかも狭いから思うように落とせないし、一段終わってもあと3つもやらなきゃいけないのだ。いやいやいや。よし、棚はコンプリートしたのだ。これでキッチンはあの入れないレンジ上の棚を除いてクリアなのだ。ズン姉様気絶するよこれ。残りの部屋も片付けてしまうのだ。いやいや。この棚の紙が実は強敵なのだ。本みたいに放り投げることができなくて、ズリズリと押してって落とすしかないのだ。実際ペラペラの紙って投げても飛ばないしね。そいや、どっせい。いや。よし、この部屋も一つ残らず荒らしてやったのだ。ただゲージはまだ半分ちょっと。あと1部屋しかないし何か足りない気がするのだ。なんかこのクローゼット怪しいのだ。む、飽きそう。開いたのだ。こういう押し入れ系もちゃんと調べて荒らさないとダメなのだ。タコ姉様とヌン姉様の装束がまぬてる。いや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 。よし、今度こそこの部屋はクリアなのだ。さて最後の部屋リビング。ふん。いやいや。左手は添えるだけ。かなり仕事効率が上がってきたのだ。ズンダモンの仕事が私たちの生活効率を下げてんだよ。ホールインワン。バーディー。ボギーだよ。いや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 。よし、リビングもコンプリートなのだ。
最後の難関へ。現在267、入れない棚の分だけではなさそうなのだ。そうか、冷蔵庫の扉も。もう獲物がいっぱいなのだ。やめろ、東北欠勤が起きるぞ。憧れは止めらんねえのだ。いやいや、おら無駄。上のおそらく冷凍庫部分、あそこも怪しいのだ。多分上から開けてやれば。よし、これで入れるのだ。よいしょ。冷凍食品溶けるんだが。それが今日の夕飯なのだ。これで291。やっぱりあの棚の分か。なんとなく蛇口ひねったら水が出たのだ。水で遊ぶな。でもゲージにカウントされるわけではないのだ。あとはやっぱりあの棚に登れないと。あれ、今一瞬緑の表示が。おー、電子レンジの方に登れたのだ。閉まってたのに。さすが猫なのだ。猫でも無理だよ。でも電子レンジには何もないし、登りたいのはこの上の棚なのだ。こう、うまく上に登れたりは。これ下から突き抜けて食器に触れるのだ。閉まってるレンジにワープして、すり抜けて上の食器を落とすのが成功法ということなのだ。絶対バグの類だよこれ。まあバグを使わないと全クリできないって、レトロゲーには割とあることだったのだ。よし、キッチンもせや。でもゲージがほんの少し残ってる。まだ嵐の腰があるのだ。この引き出しは開かないし、コンロのスイッチもつかない。ついたら乗ってるずんだもん覚えるよ。各部屋探したけど何も残ってないのだ。もしかして植木鉢とかの動かせないやつをどうにかしなきゃいけないのだ。あれ、何この部屋。え、キッチンの隣にこんなのあった。最初からあったよ。そうか、ずんだもんはキッチンがベッドの部屋につながってぐるっと回れる間取りになってると勘違いしてたのだ。だから一度もトイレの方に行かなかった。先入観って恐ろしいのだ。字が下手すぎる。トラックボールマウスで字を書くの難しいのだ。ただでさえ猫なのに。そして猫がトイレでやることといったらトイレットペーパー嵐。やっぱりこのゲームは勝ってるのだ。トイレットペーパー硬くない？カチカチなのだ。こんなのでお尻を拭いたらツタツタになってしまうのだ。東北家の財政難がトイレットペーパーの質に現れてるのだ。今まさにずんだもんが財政を悪化させてんだよ。いや、いや、あげて、せい。多分ラスト。さて、トイレも荒らし尽くしたのだ。ゲージは311、マックスになってるように見えるのだ。1足りてなくても目視だとわかんないねこれ。ゲームクリア的な表示が出ないのは仕様なのか、それともまだ足りてないのか。しかしこのトイレを見つけるまでに入念なチェックはしたから、まだ足りないと言われてももう見つかる気がしないのだ。近くでよく見てもゲージマックス。というわけでゲームクリアなのだ。本当か。まあこんなもの、積んだもんの気が済むまで荒らせばそれで OK なのだ。身も蓋もない。というわけで今回はここまでなのだ。次回はオブジェクティブモードってのをやって最終回とするのだ。ご視聴ありがとうございましたのだ。ありがとうございました。